糸井、原口に同情。阪神 OB の糸井義義が14日、X を更新。阪神、原口が中日マルティネスの投球に抗議したことに関連し、ハッシュタグ付きで、気の毒やなと綴った。原口は2点を追う9回ワンアウト、代打で登場。カウント1ボール、1ストライクからの3球目、原口はまだ構えが不十分の様子だったが、マルティネスは構わずに投球。アリアス球審はストライクと判定した。その後、原口は三振に倒れた。糸井氏はルールを引用し、野球規則 6.02。投手の反則行為、A、5投手が反則投球をした場合。厳重、クイックピッチは反則投球である。打者が打席内でまだ十分な構えをしていない時に投球された場合には、審判員は、その投球をクイックピッチと判定する。塁に走者がいればボークとなり、いなければボールである。クイックピッチは危険なので許してはならないと投稿した。マルティネスに対しては以前も阪神森下が速いテンポに対応できず三振。ネットで物議を醸していたが、また阪神戦で話題となった。試合後、原口は、そういうのは野球の中であることだから、本当に勝ちたかったんでと語るにとどめたが、糸井氏のフォロワーは、そうなんだ、改善必要ですよね、グッチが珍しく激しい抗議をしてたもんね、かわいそう。今日の葉ひどすぎましたね、糸井さんが言うなら納得ですなどのコメントが寄せられている。客からしたら、テンポよく手は1打席ずつ外して、素振りする遅延行為は、ストライクでいいよ。いたもんやろ、さすがに。物議を醸してるのは、阪神ファンだけやろ。バッターは漏れなく、阪神なのがなピッチクロックも、導入しようかっていうのに、チンタラ打席に入るなよ、スピードアップに貢献しろ。審判がプレイ言ってるんだから、何の問題もない。4球目を打てばよいじゃない。糸井のくせにルールの引用とかしてる。こうやって原口甘やかすから。ピッチクロックで、むしろ早く投げるのが流れなのでは。もうそろそろ、昔のように、阪神ファンの球場乱入、&選手に暴力が見られるかもね。審判が規則に該当すると判断してないのだから、規則違反じゃない。こういうの野手 OB VS、投手 OB でレスバしてほしいとこある。堀内がとっとと投げろと言った末路。糸井ってルールの引用とかできるのか、そっちが衝撃だわ。姑息な手を使わないと抑えられない、クローザーってことね、まやかしで抑えてただけかよ。ライデル、人格者かと思ってたから残念だわ。ルールとかマナーにうるさい岡田監督が出てきてないし、コメントもしてない、多分、阪神側も基本的には問題にしてないのでは？まあチュニドラはこうでもせんとかてんからな。ごねすぎ。